日本の航空宇宙産業は徹底して潰した。はい。アジアはね、頑張っても僕無理だと思いますそうよ。ですか。もう引退しちゃったよ。なるほど。これ問題なんだでから、すよそういう人たね。ち。戦争終結直前に生まれた日本の名機中の名機で紫電海っていうのがあるんですよ。あの紫電海作ってた飛行機な会社。で、それと同時に有名な今、錦大帝っていう大水蒸気。これ日本にしか作れない特殊技術なんですが、実はこれがね、この錦大帝作ってた工場があるんですよ、東灘に。米軍は大阪大空襲、神戸大空襲した時に、ここには一発も爆撃してないの。新メガの人の印象で言うと、ここは錦大帝を作ってる工場なので、米軍はその技術が欲しかったんで、ここには爆弾を落とさなかったんじゃないのっていう伝説があって、現実にこの錦大帝の技術をそのまま受け継いで、同じ工場で作ってるのがあの US2 なんです。すごい技術ですよね。すごい技術です。エンジン4つしか見えないじゃない、プロペラ。もう1つエンジン積んでる。もう1つついてるエンジンで高圧空気を翼の間から噴射するの。その揚力で、あの飛行機はあんだけの巨大機なのに、あれね、ボーイング737と同じサイズなんですよ。それがね、海面150メートルの渇水で飛び上がる。それで波高3メートルとかでもう全然平気なんですよ。もう全世界で、世界一。一ですね。三菱重工とかで、アメリカからライセンスした飛行機とかって作ってるじゃないですか。あれ全部ライセンス生産なんで。ライセンス生産か部品のなんか翼だけとか、そういう製造はやってるんですけど、カンパケでね、飛行機一から全部作るっ作ったていうのね。は、やっぱすごいですよごいね。ですよロマンね。がありますロよマンがね。もったといころがますね、日本は規制が厳しくて、はい、あのすごい飛行機なんだよ。とにかく世界で唯一3メートルの波高のある太平洋に降りられる飛行機で、日本なんか離島の輸送用。例えば小笠原なんて、船で行こうと思うと、荒れると一発で欠航するの。あれだったらすぐ行けるのに、ところがね、あれ民間転用しようと思うと、部品一つ一つ全部国交省の認証を取り直さなきゃいけない。あれは防衛装備品として型式認定降りてるんで、民間転用ができない。だけどね、性能的には何の問題もないんだよ。誰が民間転用できたら日本中の離島全部つなげられるのに。ミリタリーの規格の方が厳しいですよね。日本の規格がいかにこの国をダメにしてるかっていう象徴みたいな飛行機。あれでももったいないですよね。もったいない。本当だから、そうそう、僕もそれすごい考えてて。あれ結構一つ目ますよね。何十人も乗れますね。何十人も乗れるはずなんで、小笠原とか全然就航できるはずですよね。MRJ 失敗しちゃったじゃないですか。だから MRJ 失敗しちゃったのも、あれはアメリカの FAA のその認証を取る、型式認定を取るっていうだけにフォーカスすれば、もしかしたらホンダジェットみたいに実際に成功してたかもしれないけど、あれセットだったんですよね。国交省で民間機の型式認定をするっていうノウハウもなくて、最初職員4人ぐらいしか行かなかったらしくて、どうやって検査をするんだっていうようなところのノウハウ取得から始めてるんで、それができなかったんですよね。あれだけ金かけて、あれだけ力入れて、現実にその辺バンバンフライトしてる MRJ がなんでほぼ断念みたいなことになったのかが。FAA の基準っていうのも全部そのガチガチに決められてるわけじゃなくて、割とこう曖昧な表現をしてる部分があって、曖昧な表現をしてる部分に対してどういうふうなものを持ってったら認証が取得できるのかみたいなノウハウがあるらしくて、だからホンダジェットがアメリカで作ったのは、そこのノウハウも取得したいから、経験者じゃないと分かんないわけですよ。ボーイングとかエアバスで取ってる経験者がいるとそれは分かるんですけど、日本の場合は審査する側も経験ないし、出す側も経験ないから、誰も経験ないから一から作っていくっていう話になっちゃうから。だからね、結局のところ1940ぐらいに日本は第二大戦負けました。敗戦国になって、その後日本に再びあれだけ強大な国になってほしくないっていうアメリカの意思のもと、日本の航空宇宙産業は徹底して潰した。ね、独自開発できないようにして飛行機作って飛ばすなんかとんでもないと。結果今現状こうなってて、技術的にはすごい技術があるんだけど、現実日本の空は全部外国ですから。それでもまあ、だからインテグレーションして認証するっていう、その型式認定を取るっていうところの全てのカンパケができないようになっちゃって、でもこれ敗戦したからしょうがないですよ。それが敗戦国ってものですよ。何十年も経っても航空機産業というのは結局日本には立ち上がらなかった。本当に新名和みたいなところが本当にごくごく一部でミリタリー品を作ってるだけっていう状況になってる。プライベートジェットのマーケットって、あの小型機が7割なんですよ。ホンダジェットって2時間ぐらい乗れるんですけど、どこでも行けるし、アメリカ国内、中国国内、ヨーロッパ行けない、全部それカバーできるんですよ。東南アジアとか、あのマーケットで言うと本当にアメ車しかない世界にホンダシビックが入ってきたみたいなぐらいの
ね、インパクトが、うんうん、それは値段的にも性能的にも、ああこれ自動車メーカーが作ってんなって飛行機なんですよ。生産ラインも非常に効率化されていて、デリバリーが早いんですよ。普通プライベートジェットって2年待ちとかなんですけど、1年以内にデリバリーされてきますから。それってすごいことで、新規の飛行機を開発するのってやっぱ20年とかかっちゃうんですよ、うん、だからほら MRJ、 あれはやっぱりノウハウの蓄積だからなんですよ。アメリカから邪魔されてんのかなって。いやいや違います。それはだからそれを言うならば、うん、配線がそれの原因なのでもう完全にそこから始まってますから、まあね、でもそれは自動車業界の交流と旅客機の技術が全然蓄積しなかったっていうのは、それはもうアメリカの戦略ですから。そうですね、日本の軍事力を意図的に割くために航空機の製造を10年間禁止したわけですよ。ちょうどその時運悪く技術革新の時代でレシプロエンジンからジェットエンジンに変わるところであれが起きちゃった。その後 YS-11 みたいなプロペラ機の旅客機作りますけど、はい、もうそれもその後が続かなかったから技術が断絶しちゃったんですよ、うん、技術っていうのはマニュアルにかける部分っていうのは実は大したことなくて、か、うん、けない部分の方が大事で、これは意外とその技術を分かってる人でも技術の継承が大事だってことはあんまり理解されておらず、うん、例えばそのロケットの開発なんかもそうなんですけど、うん、本当に今ギリギリのタイミングで JAXA 三菱重工は H3 っていうロケットを今作って、うん、素晴らしいロケットエンジンではあるんですが、うん、もう技術継承ギリギリなんですよ。 H2 ロケットを作った人たち、うん、ロケットの基幹部品ってのはエンジンなんで、うん、LE5、LE7 っていう H2 用のロケットエンジンを作った人たちがもう引退しちゃったんですよ。なるほど、これ問題なんですよね。だからその人たちが今もうだから OB として食卓で H3 のアドバイスをしてる、もうギリギリですね、技術継承。最近韓国がものすごい勢いで、はいはい、でよくねこういった将来宇宙輸送のあの話をすると、ライバルが国の中ではやっぱりスペース X っていうイメージが皆さん強いんですけど、うん、そうじゃなくてもアジアがどんどん動いてますよということに私。いやまあでも僕はね、アジアはね頑張っても僕無理だと思いますよ。そうですか。これはもう僕らのそのロケット開発の文脈で、我々の競争力がこうなんですって話をする上で絶対その欠かせないのが技術的な蓄積。日本が富国強兵っつって、明治維新で欧米からの技術導入を始めた150年以上前からの蓄積がやっぱりあって、それはね無理だと思う。日本が N1 とか N2 ロケットっていう今の機関ロケットのもっと前のやつ、アメリカのまあライセンス生産ですよね。 F16 とかああいうのって日本で作ってんですけど、技術はアメリカから導入してるんで、で今回の F35 とかもアメリカから導入してる。まあ F2 とかは日本で作ってんですけど、日本の技術で日本で作ってんですけど、 F15 とか F16 とか F35 とかこの辺はアメリカから技術導入して、三菱重工とかがライセンス生産、要は図面通りに図面をもらって図面通りに作ってる。でも僕びっくりしたのは、ミサイルは日本で作ってるらしいんですよね。三菱電機とかで作ってるんですよ。元三菱電機の人に聞いて、いやあれは日本で作ってるんですと、あ日本の技術で日本で作ってるんです、飛行機のシステムは買ってきた図面で作ってるんだけど、並走品は、はい、機銃とかミサイルとかは日本で作ってるんですって。だから日本製のミサイルは結構いいらしいんですよ。だから同じ F16 でも他の国のやつと日本比べると性能がいいんで、日本の方が命中精度が高いらしいですね。だからその誘導システムとか、そもそものそのミサイルの推進剤のシステムとか、そういったものは日本製の方がいいらしいんですよ。その辺がなんか独自性になってるんですって。やっぱり兵器なんで、それって国家機密じゃないですか。だからアメリカもなかなか売ってくんないらしいですよ。俺たちの武器を手にするんだったらがっつりお前らもほぼ属国だぞみたいないうような契約になっちゃう。だって流出しちゃうじゃないですか。その段階だし、最重要部品が国内で作れないからそれを買わなきゃいけないじゃないですか。買うとアイターに引っかかるんで、アイターっていうアメリカの武器輸出規制があって、こいつに引っかかると何のためにこの部品を買うんだと。例えば超高性能なジャイロセンサーとかを買うんだけど、このジャイロは何に使うんですかと。いや、ロケット打ち上げのために使いますと。じゃあ、売らないとか。じゃあ、すごい分厚い申請書書いて、ちょっと高めで売りますねとか。いろいろ縛りが出てくるじゃないですか。で、そのロケットで打ち上げるものも規制を受けるんですよね。その文脈で言うと韓国は厳しいですよね。それを使って特殊鋼とか、ジャイロとか、そういったものを使ってロケットを作りました。打ち上げサービスやります。じゃあ、どっかの会社が衛星打ち上げたいって言ったら、これはアイターの
決まりに従って、ね、アメリカに申請書を出してくださいと。でもそれはもちろん武器輸出規制の合理性はあって、例えば韓国のロケットで中国の偵察衛星とかを打ち上げられたらアメリカとしては困るじゃないですか。でも打ち上げそうじゃないですか。だってね、あのロケットの技術ってロシアから導入してるでしょ。韓国って割とロシアとも日米とも中国とも仲良くしないといけない国じゃないですか。そうですね。地政学的に昔からそうじゃないですか。だって日露戦争だって朝鮮半島を日本が取るかロシアが取るかで揉めたわけじゃないですか。それは昔からそうなんですよ。だからロシアともいい感じの距離を取るし、日本とは同族嫌悪で昔から仲悪いみたいな。韓国ですらそうなんで、東南アジアを押してするべしですよ。無理だと思います。その本当の意味でその競争力のあるプロダクトサービスとしてローンチサービスをやるっていうのはもう今更無理かな。50年前とかだったら緩かったんで良かったと思いますけど、僕は結構難しいと思う。最近でもその韓国国がかなり本気度を示して、そうなんですよ。本気示してるんですけど、じゃあジャイロとか特殊鋼を作れるかって話になっちゃうんだと思います。そういうことですね。